どうも、AD 藤本です。以前動画でご紹介したお家で10分で自転車が速くなるためのインドアトレーニング、ね、お送りしたと思うんですけども、今回はその第2弾をご紹介したいと思います。トレーニングをご紹介してくれるのは元オリンピック日本代表で、日本記録も出したことのある山崎俊真さん、65歳です。では早速ご覧ください。皆さんこんにちは、シルベスサイクルの山崎です。今回は、前回の続き、自転車のためのインドアトレーニング、筋持久力トレーニングの第2弾、前回も3つやりましたけど、今回も3つお届けします。ステイホームの毎日、皆さんいかがお過ごしですか。私もですね、ご紹介させていただいたインドアトレーニングをやったり、それからズイフトも一生懸命やってるんですけど、それ以上にどうしてもいっぱい食べちゃいますよね。それじゃあ、スタートしていきたいと思います。それではまず最初にご紹介するのはランジですね。ランジというのは、非常にポピュラーな、トレーニングで、足を前後に開いて、そこで上下するというのが基本動作です。主に大腿四頭筋であったり、大臀筋、それから一部ハムストリングなんかのトレーニングにもなります。はい、ランジはいくつか種類があります。一番有名なのが、バックランジ、立った状態から後ろに踏み出すように左右ランジを行う。それから、フロントランジ、前に大きく踏み出す。ランジというのは、筋トレにもなりますが、ストレッチにもなるというような、良さがあります。で、今回ご紹介させていただきたいのは、その場にとどまって上下屈伸をするという、タイプのランジ運動を一つご紹介したいと思います。はい、それではいきますね。ウェイトをじゃあ持ちます。自分にとって最適なウェイト、片一歩でも一つでもいいですし、二つでもいいです。背筋を伸ばして、深く沈み込んでいきます。これの繰り返しなんですが、もしバリエーションをつけると しましたら、前重心、後ろ重心、前重心、後ろ重心、前重心、後ろ重心というようなバリエーションを加えてもいいかと思います。で、オールアウト寸前になりましたら、足を、交代しまして同じように行っていきます。で、左右2回ずつあるいは3回ずつの繰り返しで、オールアウトを、導き出すようにしていくということで、このトレーニングの、効果は最大になると思います。次は腹筋関係ですね。自転車にとって、体幹の筋肉というのは非常に重要で、その中でも腹筋であるとか腸腰筋というのは、非常に重要です。いくつかの要素があるんですけど、筋肉には伸ばして力を出す筋肉と、縮める時に力を出す筋肉というのがございます。足を縮める時に出すというのが自転車の特徴でもあるんですね。その部分を鍛えるということで、今回はむしろ腹筋というよりもですね、腸腰筋にフォーカスした腹筋運動をご紹介したいと思います。今回のは名付けたら開脚腸腰筋腹筋とでも言いましょうか。足がね、どうしても上がってしまうので、アンクルウェイトがもしあれば、ベストです。アンクルウェイトがない方はですね、家庭ではタンスの引き出しの一番下をちょっと引き出して、そこの下に足を突っ込んでおくというのも、裏技としてあります。開脚少し広めに、開脚してみてください。で、この状態で、起きていきます。
頭を跳ねつけることなく少し浮かしながら上がって、この繰り返しなんですが、普通の、開脚してないバージョンに比べると回数はかなりできなくなりますね。で、腹筋だけではなく、むしろ腸腰筋に大きな負荷がかかっています。腸腰筋と言いますと、自転車を漕ぐペダリング運動では、足を引き上げる運動、足を引き上げる運動の膝を上に持ち上げる、この運動になりますので、自転車にとっては非常に重要です。で、ちょっと余談を挟みたいんですけど、腹筋運動というのは、皆さんされると思うんですけど、なかなか、オールアウトしないと、しんどいのはトレーニング自身がしんどいんじゃなくて、なかなかオールアウトしないんで、数をやっちゃう、数ができてしまうんで、いつまでも終わらない、ならないという、しんどさがあると思うんですが、そういった意味の、腹筋をもう一つだけ余分に、ご紹介したいと思います。それが今から紹介する、これも勝手に名付けたんですが、ゆりかご腹筋です。普通にこの V 字型の姿勢をとりまして、この状態でゆりかごのように揺れます。頭に手を持っていってもいいですし、それがしんどいようでしたら手を前でも構いません。このゆりかごのように触れるという腹筋をしますとですね、かなり回数少なく筋肉に負荷を与えることができます。それでは3つ目をいきます。3つ目も実はスクワットで、大臀筋であるとか、大腿四頭筋の運動なんですが、自転車の場合非常に独特なのが、ペダリングの時に上視点、こっからの踏み出しの一瞬、この部分がペダリングの中で一番大切な部分になります。この状態っていうのはかなり縮こまった、小さくなった状態ですね。しかるに、一般のスクワットでは、そこまで縮まることを普通しません。なぜなら、膝を痛めるからなんですが、これぐらいの、上下運動を普通スクワットでは行います。ということは、自転車で一番重要なここまでの深いフルスクワットの運動は普段できていないということになります。で、今回はそれを取り出しての運動を効率的に行いたいと思います。そしたら運動を始めていきたいと思うんですが、名付けるとすれば、小さくなるんで潜水艦の中でもできるということで、潜水艦スクワットでも言いましょうか。勝手に名付けました。ウェイトを持ちます。ウェイトを持つ意味は、ウェイト自身、ウェイトとしてもちろん役目はあるんですけど、これがないとですね、後ろに倒れてしまう、おっと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 というふうにですね、前後のバランスを、取って、膝が少しでも前に出ないようにするためのウェイトだと思ってください。こういう状態から、深い状態から立ち上がるんですけど、この上下のわずか10センチから15センチお尻が動く程度、この程度の運動を、繰り返してください。ご視聴ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。私、自転車競技40数年続けているんですけど、体格が小さい、体力的に劣る日本人が、海外の選手と渡り合って、勝っていくためにどうしたらいいか、自転車のトレーニングは自転車に乗ってするのが本当に一番です。これはもう間違いないんですが、それだけではやっぱり勝っていけないということがありまして、こういう持久力トレーニング、筋持久力トレーニングというのを、織り込んでいこうということになりました。その中いくつかあるんですが、今回はその中の3つを出していただきました。次回最終回としてもう3つご紹介させていただきたいと思いますので、引き続きのご視聴よろしくお願いいたします。いかがでしたでしょうか。
回の動画もね、そうだったんですけど、あの頭髪の足の筋肉、例えるとするならサラブレッド、いや、熊ですね。ヒグマの筋肉です。あれは何食べたらあんなになるんですかねこのステイホーム期間にお送りしてきたインドアトレーニング動画、次回が最終回となります。お見逃しなく。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひお願いします。チャンネル登録をするメリット、次回の動画を見逃さない、過去の動画も遡ってご覧いただけます。チャンネル登録数が増えると AD 藤本のやる気もどんどんアップしていきますので、ぜひ登録してください。さよなら。